Cyprus in your KO, KO, Cyprus. ユッケさん全部笑顔。これだよ、バスケットボール。中高の時はもう嫌々。次なんだろ、嫌だろみたいな感じだったけど、楽しみでしかったね。これですよ、バスケットボール。若い子たちに、いると思う。練習嫌だなとか。環境はね、変えれると思うし、こういうところに人に乗り込むのも思うから。そういうチャンスなんですよ、やってほしい。こうやって楽しいもの、子供若い時は本当に嫌々やってたから、これですよ。 俺が、モモ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 モ
頑張らないように頑張ってから、もう一回欲しいやつ。こうやってやりすぎたら、もう一回やるから、ここら辺でリブアップして、ちょっと押してもらって。いや、今回は12秒以内に攻めるから。さっきもやったけど、こんな本格化がかかる程度なんて、意外と思わなかった。
帰ります。お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。やべえ。超疲れた。フューチャーズに入ってこの練習5回目ぐらいなんですよ。バンリ練。一番きつかった。なんでだろう、一番コンディションいい時期のはずなんだけど、見て、なんでだろう、謎が解けない。多分体のバランスと今日の練習のなんか相性もあると思う。最近すごいコンディション良かったし、今日もめっちゃ動くなっていう感覚があったけど、マジで疲れた。吐きそう、普通に。やべえ、何なんだろう。こうやってね、月1でこれからもしごかれていくんだよ。お前も土日月って忙しかったんですよ。土曜金子さんのところでシュート練習して、日曜朝から練習試合で、めっちゃ疲労も取れてるしコンディションもすごいいいと思ったんだけど、